私めちゃくちゃこれを想像しとった。なるほど。ちょっと私が踊ろうと思ってたんですけど。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2024年2月12日月曜日の午後5時35分です。今日はプロのダンサーさんをお招きしてカーニバルのお祭りを開催しています。ぜひ広場に踊りにいらしてくださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今日はカーニバルなのか。なるほどね。カーニバルだ、カーニバルだ。お、みんないる。あら、アイナさん、しばらくぶりじゃない？アイナとは相変わらずよ。お散歩がてら、見て回ってきたら、だってば。カーニバルということは、羽が飛んでる日か？アイナちゃん、もう島にいたのになんであたいとつぶりしてくれなかったの？あ、もしかしてあたいに内緒でダンスの練習してたの？それもあたいへのサプライズとして。なんでだよ。フラッシュモブのプレゼントとか大歓迎だけど、どっちかといえば参加したいタイプなんだよね、あたい。フラッシュモブとか絶対恥ずかしいけんやめていただきたいんやけど。あ、アイナちゃん。最近見なかったけど、旅行でも行ったのかい？そんなことはしてない。一声かけてくれりゃいいのに、あんたってば水臭いね、だってね。どうも。はい。踊りーな、騒ぎーな、私、ベルリーナ。ビバ、カーニバル。めっちゃ音うるさかった、今。私はベルリーナ、カーニバルのダンサーよ。今日は何にしてもカーニバル。踊って騒いで楽しみーな。ってあなた、せっかくのカーニバルだっていうのに、そんな格好しちゃって。今日は何にしてもカーニバルなのよ。ほらほら、もっと盛り上がりなさいよ。そうだ、せっかくのカーニバル、こんなお楽しみはどう？ふわふわ飛んでる羽、ふわふわ飛んでる羽を集めてくるお遊びよ。今日なんか、羽少なくない？とっても綺麗な虹色の羽、あれを持ってきてちょうだい。他の色の羽ももらってあげなくもないけど、その場合は3枚いただくわ。羽を持ってきてくれたら、その色に応じたご褒美をあげちゃう。じゃ、よろしくね。ふわふわ舞っている羽を集めてもよし、自分で作ってもよし。とにかく私のところに羽を持ってきてくれたら、とってもいいものあげちゃうわ。さっき紫のが飛んでるのは見たんだ。あ、やっほー。あら、あなた、3ヶ月もどこに行ってたの？そんな経ちます？日付動かしたけんかな。他の子から時々あなたの話聞いたんだけど、いや、前回映した時に、あれか？話してなかったのか、ビアンカ。私と話す機会がなかったのは、たまたまタイミング合わなかっただけ。よね？素敵ね。素敵ね。待ってくれ、羽。よしよし。いや、今日さ、なんか、普通に、こう、歩き寄る感じでも、めちゃくちゃ、飛んでる羽、少ないなぁと、思うんだけど。めっちゃついてくるやん。あ、ごめん、叩いちゃった。アイナちゃん、今日はね、ニストのカーニバルだね。待ってましたって感じ。あたいね、このノリノリな雰囲気が大好きだから、テンション上がりまくりなの。あは。なんか見かけたらみんなめっちゃ走り寄ってくるな。え、マジでさ、羽ないんよね。毎年カーニバルってこんなに羽飛んでなかったっけ？もうちょっと飛んどったよね。紫。何色のやつをあんまり持ってないんかな？カーニバルの家具。いや、なんか、あれやん。種類自体、色関係なく種類自体は多分もう全部集まっとると思うんやけど、あ、色によって違うやん。あたいの知らない誰かさんね。昨日ベッドに寝転がって漫画を読んでたら、突然最高のレシピを思いついたの。独り占めするのはもったいないから、瓶に詰めて拡散。エールナック作りまくったよね。運命感じた？アルミより。あれ、アルマジロの子か？マルタのスツール。知ってた。
めちゃくちゃ知ってた。なんか紫しか飛んでなくない？え？紫以外ないのかい？アイナさんのこと最近お見かけしてなかったのでとっても寂しかったです。私一人でゲームをしながら会える日を待ったんですよ。よう、珍しい、本読んでんのかと思ったのに。ゲームするのね、ルーシー。あ、待って、緑が飛んでる。あっちにまた紫がある。ちょっと羽増えてきた。はあ、もう一枚やったらもう二セットゲットってことになるやん。紫。お、緑。緑が増えてきたのか？ん？あそこにも。赤か。あ、なんか羽だけじゃなくてさ、ちょっと雪の結晶も飛び寄るけんさ。よっ。あそこに何かあるって思ったら雪の結晶なんよね。ちょっと羽増えてきた気がするね。気のせいか？元からそんなもんか？増えてきた気がするねって言ったそばからなくなったんだけど。え？ない。なんか、鼻の範囲めっちゃ広がったな。赤だ赤だ。みんな楽しそうね。お。ありがとう。めっちゃ紙吹雪だらけにしてくれるみんな。赤2枚目か？ん？今のは。ルーシーだね。一人で何をやってるんだ。お。青は初めてか？あ、ヤッホー、めっちゃ似合うね。お、アイナ、ここ最近見かけなかったね。前に会ったのは一週間くらい前かな。あんたが顔を見せないから、島の奴らみんな寂しがってたよ。うちも、まあ寂しかったかな。すん。すんとしてんなよ。なんかどんなね、いいこと言っても、ちょっと情熱的なことを言っても、必ず最後はすんとするんやけん。今一瞬羽が飛び寄った気がしたけど、気のせいだったわ。え、こんなところで。ごめん、後ろからどついたよ。あ、アイナくん、ずっとお留守みたいだったから心配してたんだよ。そうそう、君がいない間にすごいことがあったんだ。なになに？あのね、なんだっけ。その話はまた今度ね、弟子。そのまた今度も忘れてるんでしょう。てか、なんでそんなとこでやってんだ。みんなの集まってる広場の方に来なよ。ねえ、一人でそんなとこで紙吹雪飛ばしてないで。ただただ汚しよるだけやけんね、それ。地面を。もう結構集まったかな。待ってくれ。ね、だいぶ集まったんじゃない？私多分毎年さ、一種類一種類集めてから、ベルリーナのとこに行きよった気がするけど、絶対何種類か集めてから行った方が効率的よね。まあ、毎回、立て続けにダンスを見んといかんっていうのは、ちょっとあれかもしれんけど。あれ？あ、あったあったあった。さっきこの辺に紫飛び寄ったよなーって思ったんよね。ただ届かねえ。こっちか？うぃー、ギリギリ届かないんですけど。ちょっと。届かねえ。もうちょいこっち来てくれるか。あっちの方が近いんかな。へへへ、届かない。橋の上からとか行ける？届かん。待って、この辺にさっき青飛んでなかった？そっちもちょっと気になっとったんよね。よし。オッケーオッケー。そこを飛んでる紫が欲しいんですが。紫率高いね、今
今日というか今回。ずーっとなんかね、ギリギリ届かん範囲をふわ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 飛んばんよね。くっ、よし、取れた。オッケーオッケー。多分青ももう揃っとるよね。一通りもう、全色分は揃ったんじゃない？は。うぃー、網が、は、網がない。てか、こんだけ揃っとったらさ、もうあれじゃない？パパーっと虹色の羽作れるんじゃない？ねえ、ちょっと見に行ってみようか。ちょっと待って、先に網ちょっと作っ、いや、買っとこうかな。かわいい。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。ちゃんと店の中でもそういう格好してるのいいよね。ちょっと。網をください。アウトドアの網。お願いします。あ、もう大丈夫です。ありがとうございました。ました。あざす。もうね、ポン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 と集めて、最初から、虹色の羽を作るというのが、いいのではないだろうか。ってことで作りまーす。もしや作れない？ちょっと待って。どこやっけ？これか？季節のレシピ、あったあった。作れるわ。全然作れるわ。作ります。てか何個か作れるよね。作ります。なんかめちゃくちゃ枚数多いやつなかった？やっぱ紫か？ほら、今回紫めちゃくちゃあるんよ。これでとりあえず青い羽が尽きる。見てよ、虹色の羽。多分虹色の羽、3枚も、3枚も作れたことないんじゃない今まで。まあ、作れたことっていうか、多分作ろうとしたことがない気がするけど。赤が増えてきたな。よしよし。虹色の羽3枚でなんかもっとすごいものくれんかな。羽を持ってきてくれたの？で、あなたが持ってるの虹色の羽じゃない？いいないいな、それ欲しいな。いただいちゃっていいかしら。どうぞ。早く、さあ早く。なんなら3枚持ってってさ、めちゃくちゃスペシャルなものをくれよ。レインボー。はい。踊りーな、騒ぎーな、私、嬉しいな。ビバ、カーニバル。こっちを向いてくれ。はぁ、はぁ、最高にハイな気分だわ。それじゃ、ご褒美をあげるわね。カーニバルのガーランだよ。この調子よ。どんどん持ってきてちょうだいな。よし。あ、そっか、あれよね。今まで結構、それぞれの色のもの、羽をあげよったけど、虹色のやつやったら、まあ、この辺のね、今ベルリーナが立っとるステージみたいな、虹色の家具が手に入るってことだよね。虹色の家具がまあ、多分、一番持ってないと思うんやけど、多分、毎回虹色の羽、一枚ぐらいしか持ってってなかったんじゃないかな。やったー、ステージ。ってことはこれってことか？羽がないとダンスのインスピレーションが湧かないのよね。また持ってきてちょうだいな。持ってるんすよ。持ってるんすよ。どうぞ。なんだよ、中毒なのか。
はい、どうぞ。これステージに立ったら踊れるんやっけ？それ自分が持っとるやつ。次は？カーニバルのランプ。あざす。この調子をどんどん持ってきてちょうだいな。ってことで、ステージ。あ、そうか。私めちゃくちゃこれを想像しとった。なるほど。ちょっと私が踊ろうと思ってたんですけど。なんかもうステージ占領されてるんですけど。どういうことだよ、おい。設置して、ベルリーナの方を見に行って戻ってきたらもう占領されてるってどういうこと？速攻だな。めちゃくちゃ踊りたかったんやね、シャンティ。さあ、ちょっとそれぞれの色のやつも渡そうか。はい、持ってまーす。紫と赤か。どうぞ。Are you ready? Let's dance! はい、腰振って刺激的大人のベルリーナ。セクシーカーニバル。今渡したの紫か。赤やと思っとった。パーカッション。って楽器やっけ。まだまだ羽が欲しいわ。もっと持ってきてちょうだいな。オッケーオッケー。じゃあ次、赤ね。どうぞ。まとめて渡せてまとめてもらえればいいんやけどな。あと、毎回毎回のダンスは好きな時に飛ばせるようにしていただければ。いや、まださ、この動画中とかはあれやけどさ、動画外で使用した的には、もういいよってなる人おるんじゃない？カーニバルのフラッグ。あざす。うわ、なんか変わってる。シャンティ、まだ順番待ちしてんじゃねえのか。どんだけだよ。めちゃくちゃ踊りたがるやん。あ、プレゼント。ちょっと待って。落としたい。でもここで落としたら、ちょっと待って。ここで落としたらプールにポチャンってなって、なくなってしまう。こっちだな。イエーイ。はい、中身は？トイなクローゼット。こんな感じ。あ、いいね、いいね。いいね。ちょっと違うやつを想像していたわ、私。ほい、ということで、まだ踊ってます？あ、踊ってない。私がステージに立つ。何もできない？もしかして。え、そんなことは。踊れない。あれか、自分で動作をせんといかんってことね。自分で動作。あ、しまった。踊らせてたまるかと、しまった。動作ってどこで、え？ね、仕草ってどこでどうやってやるんやっけ？あ、これや。一応、ウキウキじゃないんやな。あ、これか、ビバ。合わせにくいな。ね、ちょっと、泣いてよ、ひいじくん。ね、今、私の見せ場なんですけど、泣いてもらえます？ぐい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 。ぐい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 。ちょっとやってこないで。今から私は踊るから。イエイ。いや、いいね、いいね。いいね、いいね。
ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これみんな、あれかな？全部集めとんかな？全種類、全色。まあ、でも集めてそうよね。やり込んどる人多いし。